Hello, and welcome back to my channel. I've been playing this game a bit. ゲームを始めます。新しいミッションがあります。戦力を整えて迎え撃ちましょう。会社の危機です。タスクフォース出動。管理部より至急至急。社長の命により緊急性の高いミッションが発令されました。これにより本作戦の緊急対策チームタスクフォースが編成されます。各自個人端末を確認し、出動命令のある者は至急作戦司令室へ来てください。なお本作戦は通常より過酷なミッションと予想されます。戦闘経験の浅いパイロットは注意してください。それではブリーフィングを始めます。Time for customizing my mech. それではブリーフィングを始めます。緊急のミッションだ。諸君はアナーキズムの再過激派ステラーユニオンを知っているだろうか。彼らは彗星の到来とともに宇宙無法時代が幕を開け、人類はあらゆる呪縛から解放されるといった妄言を信じ込み、シェルターへの避難を拒んで各地を気ままに転々とするといった迷惑千万の武装集団だ。この一団がこたびの G-MEC 暴走事件に乗じ、我が社が管理する都市を不法に占拠していることが発覚した。幸い占拠された都市は避難計画の見直しによって廃棄が確定となった都市であり、実害はほぼないと言える。しかし無法は無法だ。警備用 G-MEC が正常に機能しない今、我らの手でこれを排除しなくてはならない。ミッションが開始されました。電気を確認。こちら管理部です。
する地方都市がステラーユニオンを名乗るテロ集団に占拠されました。我々はこれより都市の奪還並びに敵性組織の制圧に向かいます。こちら技術部だ。テロリストとはいえ相手が人間だと攻撃をためらってしまうかもしれん。だが心配するな。あれはこのロゴが世界警察か。わかんねえ。例の暴走 G メックか。おいおい、俺たちを知らないのか。俺たちは君たちが不当に占拠するこの地区は我々法セブン警備保障の管轄です。我々は警備対象地区において逮捕権もあり、裁判所を通さずに強制退去も執行できます。速やかに武装解除し投降しなさい。民間の G メック警備会社だよ。ビビって損したぜ。ちょうどいい、こいつらであれの性能をテストしてみるか。やれやれ、やつら何を企んでいる。クソ、あれが警備用の G メックだとは。軍事用並みの火力を積んでいやがる。応援を呼べ。ざまあみろ、俺たちをなめんなよ。君たち、増援が来るわよ。気をつけなさい。デッキを確認。バカ、あまりベラベラ喋れない。
超巨大兵器ですって。地下から発掘したなんて。本作戦では以後あの車両を EMC に保証します。速やかに脱出してください。機体の配送依頼が受理されました。配送機体の投下を確認。到着ポイントへ移動してください。機体の配送機体パイロットが登場しました。追悼モード。超古代兵器か。冗談だよな。戦闘モード。こちらが現在の状況となっています。
ちらの資料をご確認ください。我々は砂漠を越え沿岸部へと到着した。ここを抜ければいよいよステラーユニオンが占拠する YG 圏にたどり着く。先ほど拘束したユニオン構成員の証言によれば、我々が目標とする都市の地下から正体不明の機械群が発掘されたという。それらのうちのいくつかは保存状態が良く、驚くべきことにほんのわずかな補修作業で稼働。なぜ当該都市の地下にそのようなものが埋まっていたのかは不明だが、ステラーユニオンのような部類の組織には手に余る代物だろう。即刻我が社が回収し、これらを有効活用しなければならない。ミッションが開始されました。電気を確認。よし、行くぞ新人。ここからはステラーユニオンの実効支配地域です。また彼らだけでなく、周辺より流入した暴走 G メックも数が多く、障害となる可能性があります。まずは障害になる周辺の G メックを駆逐しましょう。ラージャス、スペシャルアイテムいたぞ。これ俺。ティア。ボタン長押しでパレットを起動できます。パレット起動。範囲内の敵を自動で迎撃します。やってやるぜ。ようこそ、パイロット。
攻撃が引きつけられます。やってやるぜ。パイロットが登場しました。してください。
戦利品の速やかな回収を。おう、任せとき。リーダー、そいつらを踏んじばっておきなさい。いいっす。任務完了です。お疲れ様でした。こちらが現在の状況となっています。こちらが現在の状況となっています。いいパーツが手に入ったぞ。見ていってくれ。新機体の構築、パーツの量産が可能です。Well, the game is a bit clunky, but I hope you enjoyed it. Well, that's it for this video. It was fun, and I hope you enjoyed it. So, don't forget to subscribe and press that notification for new videos.